はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第5回目やっていきます。そういえばだけど、サボテンくんに最初方、あ、こっちいるじゃんそういえばいたな。1番弟子のバドです。いや、お前は1番弟子じゃない、こっちが1番弟子、名前がわからん。私と一緒に行きませんか。おお、行こう行こう行こう、グッドですね。今まで一人旅だったけど、これで二人旅になった。で、サボテンくんに何もやってなかったなって思って、語りかけて、カニバッシング、なんだ、さっきの砂浜での話かな。っていうかさ、これさ、ちょっと見てみよう、あの葉っぱ。ニキータ商い道中。ほん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 。海岸でカニバッシング。ペンギンが恋をするなんて知らなかった。っていうか、最新のやつしかねえじゃん。一回一回来いってこと？あそこを埋めるのもまあ、一つのコンプリート。なんでコロナ？そうだ、こいつコロナだ。不吉な。不吉な女だった。不吉な女コロナと一緒に行くか。レベルとかどうなってんだ。ニキータとか普通に経験値パクってったかな。ニキータとか出てこないのかな、どっかで。で、じゃあちょっと次どこ行くのかっていうと、ゴミ山に行ってみよう。コロナと一緒にゴミ山へ。じゃあもうちょっとさ、前回から仲間引き連れてこれたね。人間が来た。やつは知ってる？俺たちがまだ完全に眠ったわけじゃないってこと。何を言ってんの？もうやめましょう。戦争はとっくの昔に終わった。ここで眠りましょう。人とゴミとの戦争か。すすり泣くのはやめて。お屈城に火を灯したまま冥府へはいけない。悪魔は永遠に繰り返すだけ。あなた、アーティファクト使い。いつまでも私たちの力をもてあそびはしないんだって今に思い知らせてやる。アーティファクト使いなんているんだ。災いを呼ぶ人形。まあいいや、行こう。こいつ何？びっくり箱、熊のぬいぐるみ人形、びっくり箱、そして木馬が指し示す道をたどっ、ちょ、待って待って待って。びっくり箱、熊、人形、びっくり箱、木馬。仲間が君を待ってる。俺に仲間なんていたっけ？ん？これ木馬でしょ？助けて助けて、誰かが泣いてた。でも僕は見て見ぬふりをした。それが戦場。まあ、いや、ちょっと先へ進むか。分別峠。宝箱。宝が眠ってんだな、つぶらな瞳。ん？これ人形でしょ？これクマか。昔は自由に空を飛んで妖精を相手に戦った。クマ、魔法の肉、人形。てかびっくり箱なくね。あ、びっくり箱いた。敵、なんか普通の敵だな。コナちゃん何やってる？お、シンクロしてる。シンクロしてるとひったくり、ゲイって投げられたんだけど。うわ、経験値、あいつ経験値取りに行かないよね。魔法伝導してくれるのはなんか頼もしいな。パックンチョコ、これで回復でしょ。道具経験値全く手に入ってない。ちょ、コロナ見よう。 NPC か。レベル10、高い。俺と変わらないんだけど。で、スキル。使える特殊行動を教えてもらいますって何？ロッド技。プラチナスピア。こいつはやっぱ魔法だよね。変えられる？あ、変えらんない。決まってんのか。これ2プレイにした時に多分操作できんだよね。まあ、2人でやるのはそれはそれで面白そうだけど。
俺はただひたすら泣く。金のフルート。ちょ、待って。動けねえんだけど。どうなってる？これは。え、ちょ、こんなになった、今度は。いや、今度ピヨってる。あいつ、経験値マジで取らないからな。悪魔の肉。ゴミガラクタ。ん？ゴミ山ルイの部屋。ちょっと宝箱先にと話す前に。電気の元。一房のウール。で、ここのゴミたちは人間が妖精との戦争に使ったもの。は？どういうこと？この子たちは自分が物だか人だかよく分かんなくなってる。中へ入れるか。あれ？入れねえし。ここだってセーブポイントがあるよ。最近来るようになった赤い瞳の女の子、元気だよね。命を吹き込まれて500年。私はもっと古いよ。はははは。はは。性別は謎。我ら朽ちゆくだけの定めなんですかね。え、どうすればいいんだ。宝箱ある。横島な瞳。最後木馬って言ってたよね。上行ってみる。細道。どれ降ってきた。わかんない。あれ、後ろの方にも目玉がいんだ。経験値レベルアップしたあいつが。うまく誘導してあげれば。ジャコビニ隕石。もはやどこにいるんだかわかんねえんだけど。俺がどこへ向かっているのか、それは誰にもわからない。火のハーブ。強いんだか弱いんだか。別相手で殴ってんな、ほうきで。本当にさ、経験値から遠ざかってるよな。これ永遠にレベル上がんなかったらどうしよう。コロナ分別峠。ああ、ここで出てくるのか。ちょっともう一回話聞くか。ゴミ箱の入り口迷ってるだね。少し山が崩れた。ああ、そういうこと。木馬人形箱。木馬、木馬。これは別の人形か。シールドブレイク。くらいやがれ。なんかさ、呪音みたいなのが出て死んでくんだけど。いって、爆発した。2人いた方がやっぱ楽な気がする。拾え、お前も。ちょっと拾った。100ももらえんだ。人形。ゴミくず細道。金のフルートって何？ダメージになってるのか。で、これサラマンダーでしょ、火のハーフ。いや、強えぞ。俺が全部いただく。ちょっとかすめとったな、いつも。あれってなんだっけ。人形。びっくり箱か。
こだこれ。でも奥歯。でまたこいつか。それなりのヒットポイントがあんな。ライジングクラッシュ。当たった。経験値。これなんか経験値を取りに行かせるとかないのかな。ボタンで。おお。掘り出し産地。さあ戦って。命を吹き込んでいる。え、普通に戦闘なんだ。敵がね、いっぱいいるのがね、やっぱ一番大変。ただしゴリ押す。それが俺に与えられた戦法だ。シールドブレイク。おりゃー。金ちょっとだいぶ減ったな。ゴーホー。え強っ。あとはお前だけだ。いや一瞬で死んだな。月光のクリスタル。経験値一人もくんなかった。魔導書ルイ。ふう。ありがとう。ゴミちゃんたち戦って死ぬことを救いだって信じている。あ、そうなんだ。これでよかったきっとね。悲しいな。なんかそれはそれで。こいつがなんか新しく来たやつってことか。さっき言ってた。じゃあ次は新しいやついくかって言うてもね、ちょっと先に手に入れたやつから置いていこう。少し離れる。ここ近そう。家から近い。精霊の首。なんか邪悪だな精霊も。これ洞窟か。鉱山。ウルカン鉱山。ん、まあ、進めるだけ進んでいくか。入った瞬間になんかイベントが起こると分かりやすいけどね。サビの粉。敵モグラ。何潜っている。モグラだけに。これさ、魔法が効いてる時って俺のダメージ取らないんだよね。攻撃力高えな。取れ。ちょっと取った。9。ん、玉ねぎ剣士がいる。この先は危険だ。ワッツの店で装備を整えた方がいい。ワッツの店はここの車にあった。え？ただ装備を整えるだけの品揃えが売ってんのか。またお前いんのかよ。もうやろ。ほら無駄。上が怪しいよね。どう考えても。何いけねえんだけど。ワッツの店。全然思ってたところと違った。語り部のポキール。え、いないの。ダンジョンの奥で石でも探している。ただいま閉店中。え、どこにいんの。奥って。彼の武勇伝でも語りましょう。奥って別にこっちから奥行けるわけじゃないよね。結構なんかいっぱい品揃えがあるな。上になんかすげえでけえ剣が今飾ってあったっぽい。奥って何。じゃあこっから来たよね。さっきのここは危険だって言ったところに行かなきゃいけないのかな。こいつさ、来るたび来るたび
いるんだけど、ほらサラマンダー発動した今。獣肉どうだ、ワッツルツ勝ちだよね。それだけ、ちょっと待って、危険なんじゃないのかよこの先は。地下1階、3匹か今度は。ライジングクラッシュ、あいつ結構出てんな、コロナちゃん。ゴリオス、ひたすらゴリオス、すげえ減ってる。こいつ攻撃力高えな、モグラのくせに。もうちょっとずつしかこいつ経験値取んないかな。うん、上か下か、上行ってみよう。現実暗い、わかんないから下へ行こう。これ上とかはいけないか。ここも広場があって、え、なんだ、あ、いけた。セーブポイントがなんかちょいちょいあるんだよね。そして分かれ道、現実、現実がいっぱいあんの。いけない。現実って何ですか。こっちはこっちで。地下2階か。降ってきた。スライムみたいな。少し離れたところでシーフトブレイクを打つ。おっ、ディフェンスダウンしてる。宝箱、宝箱というかアイテム。こっちが2階だったら、じゃあこっちは、こっちも下に降りるっぽくね。あれでもさらに降りてんな、どうなってる。地下3階まで来ちゃったよ。痛い。 5% か、それなりに食らうな。カニみたいな死に方したな、あいつ。あれはコロナに任せよ、下のやつは。いって。あいつ爆発してこっちに弾をよこしてくる。全然減らしてねえじゃねえかよ。もっと頑張れや。取りに行け。おお、全部あいつがパクった。大した経験値にならなかったな。いや、地下3階こっち行けねえや。行ける場所がない。マジか。じゃあこっちじゃないってことだな。下も行けないよね。なんか行けるところちょっと印をつけといてもらいたいんだけど、わかりづらすぎる。こっちも行ってみる。いけんな。あれ、なんかいる。っていうか火のドラゴン。えへ、魔法もよくわかんないんだよね正直。取れ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 、取らない。あ、いた。お、なんかいる。光る闇の中、虫肉。うん、こっちか。現実苔、硫黄、つぶらな瞳だけか。こっちも行けない。
またこれ敵完全に復活するよね、もう一回離れるだけで。経験値上に行くか。なんか悪魔みたいな、こっち弱くね、人々はそんな高い感じがしない。雨とか一番無駄だよね。だって戦闘回復すればさ、回復しないや、戦闘終われば回復するからさ、何の成果も得られませんでしたって感じだよね。あれなんだこいつら、ダウ、怪しい、グマグマグママポンがある。刺繍を発見、読んでみますか。よお星様、輝くあなた、どんな顔、笑顔、泣いてる、震えてるのは風のせい。あ、なんだお前、このわしの刺繍に勝手に読むんじゃない、前のだったのか。ここのアナグマたちはスランクが混じってて何を言ってるか凡人にはわからない。私が翻訳してあげよう。グマ、ワニ側、いや持ってねえよそんなの。いや予約してくんねえし。ワニ側を500ルクで売りたいらしい。いや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 、どう考えても怪しいだろそんなの。500円って今800円しかないんだよ。でこれやんないとイベント進まないのかな。どうする、絶対もう罠だよこんなの。じゃあ買おう、ワニ側からの、ほら気が変わったらしワニ側お前が自由に使え。まあ、ただワニ側を500円で手に入れる価値があったのか。もっと読みたくねえし、素晴らしい。だけないよ、もうそんな感想なんて。男は体じゃって。出よう、結局何しに来たんだかよく分からなかった。そうか、ここは敵が出るんだ。ただこいつは弱えからな、弱えかに大したもん持ってねえから。あ、消えちゃった。うわ、竜の骨飾りみたいな。大したもん持ってないとか言った割にはぽいものをくれた。痛い痛い痛い、ちょっと待って、間合いが。経験値経験値、帰るか。あと右上があったよね多分、こっち側。あれ、なんかいる。いや普通的かいな。魔法木のハーブ、木のハーブ。俺が攻撃してるな、当たんないのこの魔法って。シールドブレイク、倒した。経験値135。いや、ここあいつがいるだけか。じゃあちょっと2階のところ先へ進んでいこう。こっち側、橋を渡ったその先。そうだこいつ、もうなんか敵のことすっかり忘れるわ。こいつ意外に硬いんだよな。爆発して鬱陶しいし、火力自体はそんな高くないんだけど。5個、5
ここは必殺技か、こいつの。全然経験値持ってねえな。なんかこう強さに見合ってないよね。ゲ、新しく出てきやがった。ライジングスラッシュ、よし倒した。レベルアップ。ちょっと待って、拾いに行かなくては。消えてしまう。あれ、なんか違う、なんかどこ行った俺。グマ、なんか変な別のとこ来ちゃったかな。あれ結局1階だぞ。ここで橋渡って、さっきの橋とは違うな、これ多分。これ仲間2人なの？ 3 人とかにはなんないのかな。このモグラ、モグラ攻撃だけかな。やっぱ当たってないわ、あの魔法が効いてる間は。俺がさ攻撃してない方にやってほしいんだけど。そうすると遠距離だから当たってダメージ入って弱っ。3発切った方が全然効率がいいんだけど。あ、お前取れ。おお、取った。27とか。次のレベルに行くまでどんくらいかかるんだよ。おお、ボスだな。あれ、ワッツがいる。先に話すのか。忙しい。一回話すか。しつこい。何度もうるさい。ここは危険。急がないとやばい。俺が倒してやるってか。何の借りて主人公喋んないよね。こっちか。ゴーコー。どうなってる。いったー。すっげえ減った。やべ、死ぬ。マジか。これ本体じゃねえな。ちょっと待って、近くにいて回復しろ。いや死んだわ。ちょっと待って待って、俺も死ぬ。そんなことより早かったか。ちょ、マジでやばい。回復しよう。逃げろ逃げろ逃げろ。こいつもう生き返んないの。あ、なんかメーターが増えてる。ほっとけば生き返るっぽいな。行くまでで一番強い。待って、来る。ノームの魔法が復活した。ちょっと一緒にいようぜ。やばい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 。ちょっとガード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 しても間に合わねえ。俺死んだら終わりだよな。ちょ、コロナちゃん頑張ってくれ。俺が回復するその時まで。 30% か。お前を殺す。やばいやばいやばい。はい、頼むよ。魔法で援護してくれ、せっかくだ。あ、死んだ。コロナ、俺が復活するまでなんとか持ちこたえてくれ。吹っ飛ばしてんの。いや結構長い。いやコロナでも連れてきてよかったよ。やばいやばいやばい。逃げろ逃げるんだ。もうちょっとだけ頑張ってくれ。 22% よっしゃ。お前許さん。
逃げよう。お前を倒す。まずは暴行。さ、近くにいて軽くさせよう。おー、すげえ、いいね。なんか来た。さ、魔法どうなの。え、わかんねえ。火のフルート放つ。スピューンってなったらいけんのか。ほいほい、激怒高っけな、これ。ただこいつを削れば結構いけるはずだ。近くに いて近寄りすぎると混乱してる。もうちょっと近くか。あ、動けねえ。あ、動くた。あとはやつだけか。いや、やつだけかどうか知らないけど。いや、これ唱えてんな。ほらね、あれ食らうとマジで危険。死んでる。倒した倒した。これは俺がもらう。レベルアップ、450。こんな危険なところに何しに来た。いい石が取るか。魔物もいる。さっさと帰れ。魔物はもう倒した。あんたそんなの嘘だって。ダンジョンの奥にいた人。はい、そんなことはどうでもいい。勝手にくつろぐだに。ワッツさんが戻られたところで武勇伝を語りましょう。参りましょう。大きなカット、ハンマー。なんかそんなことで武器くれ、武器。ミスリルギン。なんか作れないの。ミスリル銀手に入れたってことは、なんかミスリルのなんとかとか。ちょっと家に一回帰ってみよう。マイホーム。奥の方だったよね、なんか作れそうなのがあんの。ちょっと一回こっちで話そう。関係ない。あとサボテンくん、そういえば、あ、それじゃここでって何。あ、家に入ると一回パーティー解散するんだ。はい、こいつ強くなってる。12レベルなんか分かんねえ。10レベルから12レベルになったけど、いつ強くなったんだ。あ、作成小屋あるじゃん。だってほら、いや、魔法奏でる楽器を作る部屋を増築していた。今週の課題、精霊コイン。手伝おう。楽器作成。曲を演奏して精霊に聞いてもらって、気に入られたら見返りとしてもらえる。精霊を探しに行こう。待って、いた。コインをもらおう。この楽器、フォーモのフルート。好きな曲。十分引きつけて消えてなくなるよりも精霊に話しかける。え、これは穏やかな曲でいいんじゃね。威力とかあんの。え、超わかんねえ。主旋律。
演奏を始める。ちょっと近づいて、いい感じじゃん。え、頃合いって何？もう近づいてこないよね。今だ。コインをくれた。左のやつ一瞬で消えた なんかいっぱい手に入れてる。ちょっとトロフィーで見えねえんだけど。コインはこうやって手に入れる。魔法楽器。え、楽器の作り方。メノスロー。コインの使い方。コインの属性、ボディの材質、銀か金か。なるほど。まあ、これは、え、ちょっと待って。あ、なんかくれた。アウラの金か。サラマンダーの銀か。メノス銅。いや、魔法を作れるよってことだね。一瞬で終わった。楽器作成終わり。いや、俺はさ、武器を作りたいんだけど。まあいいか。とりあえず、じゃあ今回はここで終了して、ダイワーアーティファクト使ってないのとかも増えてきちゃう。魔導書って魔法だよね。月読みの鏡とか、錆びた怒りとか。まあそれは次回使っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。